ドイツが戦後失った領土黄色がポーランド領となった地域灰色が旧自由都市団地比の領域ポーランドの立場から見ればその両者を合わせたものが回復領であるなお地図上のオレンジ色の地域はカリーニングラード州としてソ連に併合された地名決定委員会はポーランドの行政省が1946年1月に 設置した委員会で当時ポーランドで回復領と呼ばれていた旧ドイツ東部領土における場所、村、町、都市などの地名の確定を任務としていた。ドイツとの新たな国境に建てられるポーランド側の標識ポツダム会談の決定によってオーデルナイセセン伊東の旧ドイツ領の大部分はポーランドの領土に編入され残っていたドイツ系住民も 大部分が追放された。こうした地域の一部は、中世に遡る、歴史的なポーランドとのつながりがあったが、広告、参照、東方植民によって、ドイツ人が何世紀にもわたって住んでいた。1939年のドイツの国勢調査によれば、この領域には885.5万人が住んでおり、その中には最東部にいた少数集団としての、 ポーランド系住民も含まれていた。このポーランド系少数集団の中には、マズールイ地方のマスリア人、ポメラニア地方のカシュビア人や、スロビンシア人、上、シレジア地方のシレジア人などが含まれていた。これらの集団は、戦後、オートクサンズと称されるようになり、その居住する領域の、ポーランドらしさの証拠として使われた。 ドイツの国勢調査ではポーランド語話者の数を多言語話者を含めて70万人未満としているが、ポーランドの人工学者たちは、旧ドイツ領における、ポーランド人の実際の数は120万人ないし130万人に達していたと推計している。120万人としている推計によれば、そのうち、およそ85万人がウェシレジア地方、およそ35万人が、 東プロイセン南部に住んでおり、その他の地域を合わせて、さらに5万人程度が他の地域に広がっていたとされている。ドイツ人たちが次々と収容され、追放されていく中で、500万人近い入植者たちが、あるいはこの地域に引き寄せられて、あるいは強制されて、1945年から1950年の間にやってきたということになる。さらに、 110.4万人の旧ドイツ領時代からの住民がポーランド国籍を認められて残留を許された。この結果、回復量におけるポーランド人の人口は1950年には589万4600人に達した。ポーランド政府はプロパガンダのためにこうした先住民たちができるだけ現地に泊まるように努めた。 旧ドイツ領における彼らの存在は地域固有のポーランドらしさを示すものであるとされその地域を回復領としてポーランド国家に併合することを正当化するものとされていたポーランド当局はしばしば中世のポーランド国家を引き合いに出して歴史的領有権の主張の正当性を強調し回復領という用語でこうした領域を呼ぶようになった この地域に到着したポーランドの行政官や入植者たちは地名の使われ方が一貫しておらず曖昧だという問題に直面することになった。中世の東方植民の時代にドイツ人たちが入植した地域では新たにドイツ語の地名が付けられることもあればすでに存在した先行地名を取り入れることもあった。先行地名はバルト人か西スラブ人の残したもので 北部ではコプロシア語やスラブポメラニア語、南部ではスラブシレジア語やスラブポーランド語によるものであった。上、シレジアなど多言語使用地域では、同じ地名についてドイツ語やスラブ諸語それぞれの語形があり、スラブ語形の地名が元になっている場合もあれば、例えば、オポレ、ポーランド語、オープレオペルン、ドイツ語、オペルン、リプスク、ポーランド語、 リップスクライプツヒ、ドイツ語、ライプツヒ、ベルリン。ポーランド語、ベルリンベルリン、ドイツ語、ベルリン、ドレズノ、ポーランド語、ドレースのドレスデン、ドイツ語、ドレスデン、ドイツ語の地名が元になっている場合もある。19世紀に文化闘争が始まると、スラブ系に由来する地名の多くが、より、ドイツ語らしい地名に解消されるようになった。 1938年、東プロイセントシゲジア地方にあったスラブ語や、コプロシア語に由来する地名の多くが、ナチスドイツ政権によって、純粋に、ドイツ的な地名に改名された。こうした改名は、第二次世界大戦中、ナチスドイツが、ポーランド文化の根絶を図った時期にも、盛んに行われた。当初は、改名にもいろいろなやり方があった。といった具合である。 また、ドイツ人が進出する中世以前のポーランド語の歴史的地名を保存しようという取り組みもあった。ドイツ人の追放に際し、およそ90万人のマスリア人とシレジア人は追放を免れた。彼らは日常的にポーランド語やシレジア語の方言にドイツ語からの借用語を入れて話していた。当然ながら彼らは多くの地名に関して それぞれマスリア語やシレジア語での伝統的な呼称を持っていた、ラステンブルク、ドイツ語、ラスタンバーグラステンボルク、ポーランド語、ラステムボーク。レッツェン、ドイツ語、ロートツェン・レッツ、ポーランド語、レック、リーグニッツ、ドイツ語、リーグニッツ・レグニッツァ、ポーランド語、リグニカ。しかし、多くの場合、こうした地名は、地名決定委員会の方針には合わず、 地名改定に際して考慮されることはなかった。このため委員会の決定は地元の住民に受け入れられるとは限らず、時には新しい地名への抗議がボイコットに至ったり、道路標識が破壊されるといったことさえあった。地元住民は委員会によるこうした地名改定の動きを彼らの意向に反するポーランド化であると評価していた。また別のケースでは、 ポーランド人の入植者たちが委員会の決定を拒み別の存命を求めるという例もあった。多くの場合において一つの場所が三通りも四通りもの名前を持っており県レベルの行政区画でも旧自由都市団地域周辺地域には四通りの名前がついていた。時には行政機関の間でも町村、役場、県庁、 鉄道局などがそれぞれに異なる地名を使っていることもあった。例えば、ドルヌイ・シロンスク県にある現在のジェルジョニュフは同時に3通りの地名で呼ばれていた。この問題は後にこの町の名をヤン・ジェルジョンを称えて解明することで解決された。1945年4月の初め、ポズナンの国営鉄道庁地方局は オーデル川沿いの地名の標準化作業を行う委員会を立ち上げた。この取り組みは、西方研究所とポズマン大学の支援を受け、1945年7月には、ドイツ語とポーランド語の2カ国語によるスローニキサックなチットミジシャウィッチが刊行された。さらに、やはり、 ポズナンの国営鉄道庁地方局が主導して、1945年9月11日から13日まで、シュチェチンで第1回の固有名詞学会議が開催され、ポズナン大学、西方研究所、グダニスクのバルト研究所からの出席者、シュチェチン、ポズナン、グダニスクの行政関係者、さらに、情報宣伝関係組織や郵政関係者など、37名が参加した。 この会議では、地名を検討する、組織的な手法として、以下の書店が合意された。この会議を受けて、1946年1月に、行政省の委員会の一つとして、地名決定委員会が設立された。委員会は、委員長に加え、6人の委員で構成され、3名の、学者と、交通省、郵政省、防衛省から合わせて3名の官僚が参加していた。 初代の委員長は、元バルト研究所所長の地理学者、スタニスワフ・スロコフスキだった。委員には、地名研究のほか、言語学や歴史の専門家が選ばれていた。委員会は、ポズナンの西方研究所、カトビツェのシロンスク研究所、グダニスクのバルト研究所など、各地の研究所の作業を調整する役割を果たしていた。 三つの地方別に作業委員会が設けられ、分担する地域に関する責任を負った。各作業委員会が準備し、地名決定委員会に挙げられた、地名改定案は、その98%が承認されたが、その中には、政法研究所の関係者が戦前に出版した、文献。例えば、スタニスワフ・コジエロフスキの、アトラス・ナチット・ジオグラフィックス・ニッチ・スロー・エンシュチャイズニー。 ザコドニー維などを根拠とするものも数多く含まれていた。地名決定委員会で承認された地名は行政省と回復了省に受け付けられてから最終的に官報をモニターポルスキーで講示された。地名決定委員会の最初の会議は1946年3月2日から4日に行われ、県の名称と220県に及ぶ都市、郡 交通の欠接点、人口5000人以上の町の名称を決定した。第2回の会議は、1946年6月1日から3日に行われ、人口1000人から5000人の町を扱い、第3回の会議は、1946年9月26日から10月8日にかけて、人口500人から1000人の村の名称を決定した。 1946年の年末までに地名決定委員会は約4400の地名を採用し、1947年6月までには人口500人以上の集落のほとんどすべての名称を決定した。1950年の年末までに合計32138件の地名が地名決定委員会によって決定されたのである。 初代委員長のスロコフスキが1950年に死去した後、ドライフォートという名に改名される予定だった、ドレングフルトという村が予定を変更して、スロコボと改名された。現在、ポーランドでは地名の標準化に関わっている委員会は、コミスジャナチッとミジスカウシアイアバイハトフィジホーグレーフィックスニッチと、 コミスジャスタンダリズジーナチットジオグラフィックスニッチの二つが存在している。ありがとうございます。